そうだ、せっかくだし肩でも揉んでもらっちゃおうかしら。いいですよ。すごい気持ちいいわ。旗手くん肩もみ上手ね。そうだわ、お母さんにシャメしちゃおうっと。あら、お母さんからだわ。え、違うわよお母さん、恋人じゃないってば。いや、生徒に手なんか出してないわよお母さん。お母さん、お前にとって特別なんじゃねえかと勝手に思ってたんだけど。あ、昼飯は俺がおごるからな。てか、おごらせてくれ。俺はお前にご馳走したいんだよ。ありがとうございます。ですが、そんな大声で言われるとな。いいからいいから、すっきりさせてもらえって。はい、じっとしてろよ。あんまり動かないで、優しくできなくなっちゃう。せっかくのチャンスに何してんだか。だからあいつとはそんなんじゃないって。おい、これからなるんだろうが。先輩、熱気浴ってのに行きます。あ、通るな。集中だ、集中。はん、ここだ。なあ、違う！稲穂ちゃん、ちょっと。何でしょう？あれしたいんだ、稲穂ちゃん。確かに、いいなずけのお約束はしましたが、でも、タケル様がどうしてもとおっしゃるなら。ごめん、これ持って、先に行ってるからね。タケル様？あ、君は。つまんないの。お姫様、覚えていてくれたのね。忘れるわけないだろ。うん、嬉しい。うわあ、ちょっと失礼する。なんとアレンジだ。綺麗だな。綺麗な髪だ。そうかな。タカヒロ君にそんなこと言われるなんて。いい子だ、さくら。え、いつも馬のことばかりなんだから。かけないだからってここまで違うもんか。一つだけお前にもできることがある。せいさん、お茶が入りましたよ。こんなことして意味あるんですか？うまく縛れないだろ、じっとしてろ。うるさいな。お前は黙って泣いてればいいんだよ。緊迫。もしかしてお母様ですか？お邪魔してます。母さん、あ、これ違うよ、字を書くために。姉さん、ちょっと離れてよ。いいじゃん、お姉ちゃんが口でしようか。手を立てずに軽くつまんで。あの兄弟、部室で何を。あんたら何やってんだ。お？わあ、助手、今咲ちゃんたちに風船の作り方見せてもらってて。ひなつるたかしです。ひなつるあきなでございます。失礼ですが、先生はこれまでに弟子を育てられたことは？できるもん、師匠はすっごく上手に教えてくれるもん。いつも優しくて、手も激しくて、テクニックもスタミナも抜群で、初めての時も二人で朝までずっと将棋の話ですよ、将棋の。先輩って意外に心配性ですよね。ちょっと引きます。いいから、おとなしくしてろよ。ほら、騒ぐなって。もうダメだってば、そんなに強く泣かないで。あんまり大きな声を出すと、誰かに気づかれるぞ。分かってるけど、そんな風に舐められたら。離れろ、お前ら。
どうして名前で呼んでくれないの？なんだよいきなり名前で呼ぶ。真白って呼んでって言ったの。知らない人が聞いて俺たちの関係は足元に困るから。眠いのよ。昨夜スラタが寝かせてくれなかったから。いやだから誤解したんだ。スラタ下手なのに何でもするから。ちょっと黙ってろって。妹ジンとラブホテルに行った。最終的にはスラタと泊まったけど。お前寝るか起きるかはっきり。ここですね、カバディ部。なんて食べ先っちょが。押し倒されたじゃねえか。埋めケツの穴が小さすぎんべ。なんだと。お前こそ指先が入っただけで満足とは男らしくないな。気を改めますか。そうですね。構わん、続けたまえ。豚まんこできたで。あんた。シーナ、どうした？できたみたい。え？おめでた？なんかしよったからお兄ちゃん。してねえ。俺は何もしてねえ。無理してた。ご飯が。それを先に言え。こいつ魔法使いのくせに意外な握力を。おい離せ。お前他のパーティーでも捨てられた口だろ。離せって。もうどこのパーティーも拾ってくれないのです。見て、もう女の子は二人ともヌルヌルよ。一体どんなプレイをしたのよあの変態。違う。 あの先輩、昨日のあれのせいかやっぱまだ腰が痛いんすよ。先輩のせいっすからね。言い方。ほら先輩のせいなんすから。黙れ。ふん、桜荘に一緒に住んでるんだ。ソラタが初めての男子なの。あんた、それ初めてってなんやの。おいしいな、お前。ソラタが初めての人でよかった。は待ってくれ青山。仲良くなった男子はソラタが初めて。それを先に言え。お納めください。ほんとマジで気にしてないからな。でも私のあんな恥ずかしいところを先輩に見せてしまって。恥ずかしいところ。いや少し布団を汚しただけだろ。お前初めての経験だったんだから仕方ないって。えまあもう分かった。初めての経験、何もなかったことに。男のクズ。こんな僕のために真剣に。まあそれはダチだからな。いつもありがとう上原くん。千秋。あの自分ちょっと用事思い出したので。あ、失礼しました。あ、ちょ、お前このまま逃がしてたまるかよ。話し声が？まさか！大丈夫？顔赤いよ。近いって！リト！何してんだ？シー！俺、犬も猫も超好きだけど。あ、じゃあさっきの子捕まえてきますよ。え？いいって、おい！抜けなくなってしまって。腰掴んで。あ、わかった。ちょ、違うんだー。